フェルナンド2世は、ポルトガルの貴族、第3代、ブラガンサ公。第2代、ブラガンサ公、フェルナンド1世とその妻ジョアナデ・カストロの間の、長男として生まれた。フェルナンドはジオジにあたるポルトガル王アフォンソ五世に、深く信頼されており、国王のモロッコ遠征には、いつも随行していた。アフォンソ五世は、中世の見返りとして、百六十四年に、フェルナンドを、 ギマランイース伯爵位を与え、1475年にはギマランイース公爵に昇爵させた。フェルナンドは1478年、父の死と同時に、イベリア半島で最も裕福かつ権勢を誇る、貴族家紋、ブラガンサ公爵家の家督を継いだ。アフォンソ五世は、カスティーリアをエンリケ4世の一人娘フアなら、ベルトラネーハを2番目の妻に迎え、 イサベル一世以上の陣営との間で、第二次カスティーリャ継承戦争を引き起こしたが、フェルナンドは、トロの戦いにおいて、王妃、フアナの敬語責任者を務めた。ところが1481年、ジョアン二世が王位を継ぐと情勢が変わった。ジョアン二世は、王権の強化を目指し、不王を支えてきた国内の大貴族層を滅ぼすことを、決意した。 大貴族の筆頭だったフェルナンドは真っ先に標的となり、1483年に、無本の罪を着せられて、エボラで処刑された。翌1484年には、ギ定のビゼウコーデオゴも、同様の罪を着せられ処刑されている。ブラガンサ公爵家は所領を没収され、カスティーリアに亡命することを余儀なくされた。1447年に、初代ビラレアル公爵、 ペドロでメネゼスの娘レオノールと結婚したが、子供のないまま死別した。1472年に、ビゼウコをフェルナンド王子の娘でまた10枚に当たるイザベルと再婚し、間に6人の子供を設けた。ありがとうございます。